1849年に提案された暫定、デザレット州の領域、1850年に組織化されたユタ順州は、桃色の領域デザレット州は、1849年に、ソルトレークシティに入植していた、モルモン京都が提案した暫定的な州である。この暫定州は2年を少し超える、期間存在したが、アメリカ合衆国政府が認知することはなかった。 デザレットという名前は、モルモン書の中の蜜チを意味する言葉から取られた。末日聖徒、イエスキリスト教会のメンバーが、グレートソルト湖近くのソルトレイク渓谷に入植した、時、アメリカ合衆国に認知される政府の設立を望んだ。教会の指導者であった、ブリガム・ヤングは、当初、遵州としての位置づけで申請するつもりであり、ジョン・ミルトン・バーンハイゼルに、 遵守認定の請願書を持たせて、東のワシントン DC に派遣した。ヤングは、カリフォルニアとニューメキシコが、就職格の申請を行っていることを知り、気が変わって、就職格の請願を行うことにした。1849年3月、ヤングと教会の長老たちは、就職格のための通常の手続きを踏む時間がないと、認識し、 以前モルモン教徒が一時的に住んでいたアイオワ州の憲法を下地に素早く州憲法を書き上げ、当時はグレートベースンに印刷機がなかったので、イリノイ州に議会記録と憲法案を送って印刷させた。続いて二人目の配達人に正式の記録と憲法案の写しを持たせて、ワシントン DC のバーンハイゼルのところに行かせ、準州ではなく州省閣の請願を行った。 この暫定州は、前年のメキシコ活場地として、メキシコから獲得していた領土の大半にまたがる、大胆な提案だった。領域として、大まかに、シエラネバダ山脈とロッキー山脈の間、メキシコ国境から北に、オレゴン準州の一部も含むまで、さらには、カリフォルニア海岸の南、サンタモニカ山がまでにも及んでいた。コロラド川水系の全域と、 グレートベースン全域を含む形だった。現在の区分で言えば、ユタ州とネバダ州のほぼ全域、カリフォルニア州とアリゾナ州の大半、コロラド州、ニューメキシコ州、ワイオミング州、アイダホ州、およびオレゴン州の一部にまたがっていた。この提案はすでに存在する開拓地から上がるかも、知れない論争を避けるために、具体的に仕組まれた。この提案当時、 ゴールドラッシュが起こったカリフォルニア北部の開拓地の大半は暫定州に含まれていなかったのでこの地域の人口はカリフォルニア南部を含んでも希少だった。同様にテキサス州西教会は論争が起こっていたのでそれに巻き込まれないためにニューメキシコとの境界はリオグランデ側まで伸ばしていなかった。さらにこの提案には工作に適さないと見られた多くの土地を含んでおり このことで、奴隷制の拡大問題に関する議論を避けていた。この州昇確定案は、アメリカ合衆国議会から見れば、仮に、モルモン教徒の一夫多妻制という議論の多い、問題を無視したとしても、あまりに気有壮大であり、ほとんど成功しないと、考えられた。それでも、ザカリー・テイラー大統領はできるだけ論争を避ける、ことに熱心であり、代理人、ジョン・ウィルソンを西部に派遣し、 カリフォルニアとデザレットを一つの州とする提案を持たせた。そうすれば合衆国に加入する自由州の数の増加分を一つにしておく効果があり、合衆国上院での力のバランスを保てると考えた。デザレットの暫定政府は他の公的権威がない状態で事実上グレートベースンの政府になった。任意制による衆議会が3回期開催された。 1850年、議会は判事を指名し、刑法典を制定した。資産と種類に税金が設定され、掛け事は違法とされた。末日聖とイエス・キリスト教会が修正に組み込まれ、ノーブーリージョンを母体にした民兵隊が形成された。議会は初めに6つの軍を創出したが、これらは入植者のいる警告に限られていた。これら、警告の軍は、 デザレットの中でもほんのわずかな部分であり、開拓が進むにつれて拡大された。文献の大半によれば、デザレット周期は、ユタ周期に類似していたが、標準化はされず、他にも、派閥や宗派による多くの大案が使われた。1850年9月、1850年協定の一部として、ユタ巡州が、連邦議会の法律により創出された。その領域は、 デザレットの中で北部に限られていた。1851年2月3日、ブリガム・ヤングは、ユタ・ジュン州の初代知事に就任した。4月4日、デザレット州議会は州を解散する決議案を可決した。10月4日、ユタ・ジュン州議会は、デザレット州の法律と条例を取り込み執行することを表決した。 ユタ巡州設立後、末日聖徒イエス・キリスト教会は、デザレット州の概念を諦めなかった。1862年から1870年、ヤングの指導のもとに、モルモン教と長老たちが、影の政府として、集会を開き、巡州議会会期の後で、デザレット州の名前で、新しい法律を批准した。ユタ巡州の新しい領域に基づく、 デザレット州の名前で新しい憲法を起草する試みが1856年、1862年及び1872年に行われた。モルモン教を基盤とする州を創設するという考え方は鉄道が伸びてくるとともに消え始めた。鉄道は、準州の特に西部に多くの非モルモン教との入植を可能にした。1869年プロモントリーサミットで 最初の大陸横断鉄道のゴールデンスパイクが打たれ、貫通した。ユタ巡州の役人や末日生徒、イエスキリスト教会の指導者たちはその日の儀式に参加せず、どちらも鉄道事業の資金集めに関わらなかった。ありがとうございます。